あ、おはようございます。今 1月13日土曜日午前6時15分なんですけれど、今日も清掃しまして半身浴しまして、今で足湯も今日も長めですかね、15分ぐらいちょっと熱い湯で入ってまして、そしてずっと今足つぼマット、これも10分15分ぐらい足つぼ踏んでたんです、痛いやつを。だ今すごい気持ちで汗出てきたんですよ。でもちろん部屋なんか暖房なんか入れてませんよ、こんな今寒くても。奇跡的に動き出したけエアコンとかもね、全然。で今日やったアマゾンさんからね、来るんですね、アロマキャンドルとホワイトセージと、まあ、切らしちゃったホワイトセージとモグサで、もう切らしちゃってましたから、ちょっと注文してたんですけど、やっと来ますから今日。そしてこれを炊けばなおさらあったかいなと思ってね、暖房今でも入れてないんですけどね、今日なんか寒いみたいですけどね、だから暖房入れてないから今日かなり窓水滴がついてるんですけど、これも吹きましたしね。だからまあでもちょっとだけ入れようかなと思って、ちょっと寒い。でもこの人は肌素肌なんですね、このやっぱりあれなんですよ、あれだからね、風呂三好石鹸さんだって気持ちいいからね、で今汗でいくね、吹き出て足湯つぼやってから汗が出てきましてね、暑いですよね、本当に。なんかこの水滴が、窓がすごい水滴ついていくと外は寒いんでしょうね、すごい。でも私暑いんですよね、もう汗で、この下もバスローブの下服着てません、もう暑くてね、暑いですよ本当に。で暖房入れてないしね、そうなんですね、だからまあ健康になりますし、でいろいろもう裁判も片付きますからね、やりますから盛り上がっていきましょうね。よし、盛り上がっていきましょう。ほう、盛り上がっていきましょう。